今回は北星鉛筆さんの鉛筆屋のシャープペンを購入してみました。ヨドバシさんで適当に文房具を買い漁っていたらおすすめに出てきたので、まあなんか見た目も良さそうだったしっていう感じですね。今回は薄灰色を購入しましたが、芯径は 0.7 0.7 ミリの場合は裏面に外芯はパイロットのネオックスグラファイトを使ってねと書いてあります。こちら本体スペック、全長138ミリ、結構短めですね。重量は 8.4g と軽め。価格は一つ税込みで660円となります。こちら本体の外観、鉛筆らしさを保ちつつもちょっとレトロというか武骨な雰囲気があっていいですね。特に他の鉛筆型シャープペンシルに見られない特徴というかこだわりとしては、両端に鉛筆っぽいこの木製の模様があることですね。これは非常に強いこだわりを感じるというか、より一層鉛筆らしさを際立たせている。表面にはメイドイン東京北星 W07 の表記、東京で作ってるってすごいですね。こちらクリップ、丸みがありつつもシンプルで直線的な形状、光沢のあるシルバーですね。挟みやすさはまあ普通かな。結構大きく開くので厚めの手帳の表紙なんかにも挟みやすそうです。こちらノックパーツ、キノコ状ですね。傘がついている、緩やかな円形なので平らではありませんが押してもそんなに痛くなさそう。ノック感なんですが、あーちょっと悪いですね。想定以上に悪い、キシャキシャって感じですね。口で表すなら金属が擦れる感じがよく伝わってくる。こちら口金周り、鉛筆の木製の部分と金属の口金がコントラストになっていますね。なかなか映えます。書き心地ですが、いやものすごくいいところと結構悪いところが両方ある。いいところはまあ書きやすいところですね。グリップ力が特に強い、形状も鉛筆で安定していますし、ペン先のブレも全くない。気になるところは内部がすごく揺れますね。今までも内部が揺れるシャープペンシルはいくつか触れてきましたが、このペンが一番揺れるかな。ちょっと感化できないレベルかもしれない。結構横線を引いた時に思いっきりビビッっていう音が鳴りますね。自分だけではなく周囲の人間にも十分聞こえてしまうようなレベルかな。いや価格もお安いですし、かなりおすすめしたいペンではあるんですが、この一点によるマイナスポイントはちょっと大きいかな。というわけで北星鉛筆さんの鉛筆屋のシャープペンのご紹介でした。いやものすごく良かったんですけどね、中の揺れがなければ。握りやすさに関してはトップクラスですね。なんかこう表面の塗装がものすごく滑り止め力が高かったです。お値段もね1000円切っているというか、試写購入すれば500円側、非常に魅力的な一本ですが、なんとか揺れないように工夫ができないもんですかね。中に何か詰めたりとか、実に惜しい一本ではありました。それでは本動画は以上となります。またお会いできれば幸いでございます。さようなら。